コダック・バンタム。828フィルムは、スチル写真用のフィルムの規格である。バンタムフィルムとも呼ばれることがあるが、これはコダックが1935年に発表した、写真機コダック・バンタムに由来する和製英語である。135フィルム同様に3 5ト、mm、ル幅のフィルムを使用し、同じようなパトローネに包まれているが、1 2 0 フィルム同様に、裏紙があって、パーフォレーションの穴がないロールフィルムである。画面サイズは、ほとんどの場合 28-40mm 半8枚、トリで、同じフィルム幅の135フィルムが 24-36mm 版で、あることと比較すると、大きな画面が得られる。同様に 35mm 幅で、裏紙がある、ボルタフィルムという規格があるが、互換性はなかった。 フィルムの生産が終了以降828フィルム用カメラを使用する場合には、裏紙とパトローネを用意して、パーフォレーション穴の開いていない長尺の135フィルムを巻き直すか、120フィルムを裁断する等の手法が試みられている。コダックは1935年に新機種の写真機、バンタムの発表とともに新企百828フィルムを製造販売開始した。 1930年代の時点で、コダックの他に、米国のアーガス、ドイツのフォクトレンダー、英国のコロネットカメラが828、フィルム用カメラを製造を販売している。1955年9月のポピュラーサイエンス誌の広告記事、正しい仕事に正しいフィルムを選ぶ方法では、コダックプラス X フィルム、コダックトライ X フィルム、コダクロームフィルム、エクタクロームフィルムの、 各項目に135フィルムと一体として、また、小高なフィルムの項目では116フィルム、120フィルム、127フィルム、616フィルム、620フィルムと並ぶ、ポピュラーなロールフィルムとして挙げられている。エクタクロームフィルムの項目には、当時のエクタクローム現像処方 E-2 の現像キットでは、20枚つまみの135フィルム6本分、 あるいは828フィルム10本分が現像できると記されている。コダックは1985年3月に生産を終了、50年間の歴史を終了した。いずれも生産終了品である。いずれも生産終了品である。コダックポニー828アメリカコダックのフィルムカメラ製品一覧バンタムシリーズ参照。 アーガスモデル M フォトロン3訪問販売による女性向け写真機で1960年代に販売された。ありがとうございます。